おそらく皆さんも一度は目にしたことがあるでしょう。宮川大輔似の男としてネットでも話題になったこの霧島聡。よく指名手配ポスターで目にするけれど、何をした人なのでしょうか。今回はこの霧島聡と現在指名手配されている犯人についてご紹介していきます。早速見ていきましょう。まずはこの男性、本名霧島聡。1975年4月19日に発生した東京都中央区で発生した連続企業爆破事件の容疑者で、爆発物取締罰則違反の疑いで指名手配されています。この事件は東アジア反日武装戦線武闘派の左翼組織が旧財閥系企業などに爆弾を設置し爆発させた一連の事件です。まず東アジア反日武装戦線とは、1970年に大道寺正史という人物が法政大学の在学中、L クラス闘争委員会という組織を結成します。この大道寺と L クラス闘争委員会の主要メンバーが中心となり、研究会という会合を開き、アジアで行われてきたこれまでの日本の行動を悪いことと捉え、反日思想を醸成させていきました。こういった考えに至ってしまう不安定な時代であったということもあり、この時代のこういった活動、組織は犯罪を犯してはいないものの、今と比べると数多くあったようです。そして1970年11月、社会主義研究会のメンバーであり、当時保守薬科大学薬学部にいた大道寺綾子という人物が加わりました。翌年の1971年1月、組織が大きくなっていったことにより、初の自家製爆弾による実験を行い始め、1974年の8月30日、通行人などを含む8名の方が死亡し、376名を負傷させた三菱重工爆破事件が起きました。この事件をきっかけに同じ思想を持った若者が集まり、行動、組織はさらにエスカレートしていき、そのうちのサソリ班のメンバーが霧島聡でした。現在は組織の主要メンバーのほとんどが逮捕されたり、国際指名手配中の佐々木則夫や大道寺綾子など、その中で唯一一度も逮捕されていないのが霧島聡です。生息不明で現在も指名手配中となっております。続いてはこの男性、三立真一。懸賞金額600万円。2012年9月2日六本木店内のクラブで起こった六本木金属バット撲殺事件の主犯として指名手配中となっています。複数の犯人が一人の男性客、当時31歳だった藤本亮介さんが金属バットなどで1分間にもわたり袋叩きにされたことで、頭蓋骨損傷や脳幹部損傷といった怪我を負わされ、その場で即死してしまいます。ですが実はこの男性客は犯人グループの人違いによって殺害されてしまいました。見立ては一度潰れかけた関東連合という組織を復活させたという人物で有名で、東京の地下社会の権力を振るっていましたが、ある日関東連合の OB グループのケツ持ち的存在であったと言われていた種村隆弘という人物が、自宅前で待ち伏せしていた目出し帽をかぶっていた男たちに金属バットで殴り殺されるという事件が起きました。見立てはこの木村隆弘を兄貴のように慕っていたようで、葬儀に参列した時に号泣しながら犯人に対する復讐を口にしていたようです。三立らはこの襲撃事件を当時の関東連合の最大のライバルであった木村兄弟の仕業に違いないと考えていました。そしてその4年後、とあるクラブ関係者からの電話で、うちのクラブに木村兄弟の弟が来ています、そして藤本亮介さんは組織のメンバーに金属バットで撲殺されますが、実は被害者である藤本亮介さんは木村兄弟の弟でも兄でもなく、全くの別人であったということでした。人違いが起きた理由としては、非常に似ていたからというシンプルな理由でした。殺害後、三立真一はフィリピンの離島に逃亡したと言われていて、今現在も捕まっておりません。ご視聴ありがとうございます。今回は現在も逃亡中の犯人についてのご紹介でした。この動画が良かったら、ぜひ他の動画もご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。